イニゴ・マルティネス・ベリリは、スペイン・ビスカヤ県、オンダロア出身のサッカー選手。アスレティック・ビルバオ所属。スペイン代表。ポジションはディフェンダー。地元のアウレラでオンダロアから、レアル・ソシエダの下部組織に移り、2009から10シーズンにテルセーラ・ディビシオンに属するレアル・ソシエダ、B からデビューした。同シーズンは23試合に出場して1得点し、 セグンダディビシオン B 昇格に貢献した。2011年8月27日、スポルティングで基本戦でフル出場してトップチームデビューを果たした。10月2日、アスレティックビルバオとのバスクダービーではセンターサークル付近からプロ初得点となるロングシュートを決めた。11月27日、レアルベティス戦のロスタイムに 自陣のハーフウェイライン付近からキーパーの頭を超えるロングシュートを決めた。2018年1月30日、アスレティックビルバオはスペインプロサッカーリーグに3200万ユーロを預け、マルティネスとソシエダの契約を解除させた。アスレティックビルバオと2023年6月30日までの契約を締結し、契約解除金は8000万ユーロに設定された。スペイン代表として、 各年代でプレーしている。2011年9月2日には U-21 スペイン代表として UEFAU-21 欧州選手権予選の U-21 ジョージア代表戦に臨んだが、ロングボールをクリアしようとして、かかとで蹴ったボールがオーンゴールとなった。2012年の夏にはロンドンオリンピックのスペイン代表メンバーに選ばれたが、 グループリーグの U-23 日本代表戦では、長井健介を倒し、レッドカードを受け、チームも敗れた。同じポジションである、ジェラール・ピケが代表を引退した2018年の夏、以降は、クラブでの好調もあり、代表の常連となった。ありがとうございます。